栃木出し会館は、栃木県栃木市満町にある、栃木秋祭りで巡行する人形出しを展示する施設。栃木県指定有形民族文化財の栃木の出し6台を保管する。栃木出し会館は、多くの土蔵が残る蔵の町大通り沿いにある。通りに沿って、山本雄三ふるさと記念館、足立高校館、栃木蔵の町観光館、栃木蔵の町美術館、 栃木市郷土産交換などが立ち並び、出汁会館は倉野町観光館の向かい、倉野町美術館の南に位置する。出汁会館では、各年で開催されると、市議の秋祭りで巡行する9台の出汁のうち、6台の出汁を所蔵し、常時3台の出汁を展示、公開している。栃木の出汁は、1874年に、 栃木県庁で開かれた人武祭典で披露したのが始まりで、秋祭りでは江戸時代から明治時代初期に作られた凝った彫刻と金銀の糸で刺繍を施した江戸型出しが巡行する。最古のものは和町三丁目が東京日本橋から購入した河江元年作の生御前の人形出しである。建物は鉄筋コンクリート構造を2階建てで、 延べ床面積約960平方メートルである。1996年に栃木県マロニエ建築賞の景観建築部門を受賞した。1階では出汁を展示し、デジタル技術を駆使して、実物の出汁3台をも使いながら、秋祭りの様子を再現している。2階には出汁に関する資料を集めた展示室がある。所蔵する6台の出汁は、 すべて1996年1月16日に栃木県有形民族文化財に指定された。これらは出汁会館が所有しているわけではなく各自治会の所有となっている。このほか栃木焼き祭りで使用する獅子頭を所蔵する。2001年1月22日に栃木市有形民族文化財に指定された。出汁会館で所蔵していない3つの出汁は 各町の自治会で所有、保管しており、いずれも2001年に栃木市有形民族文化財に指定されている。満潮一丁目の出し恋の泉1988年に栃木県庁から誇れる町づくり事業計画の指定を受けたことを契機として、栃木市では蔵を活用した町づくりに乗り出した。具体的な政策としては、蔵の町大通りと渦間川綱出道の景観整備に、 着手した。蔵の町大通りでは、アーケードや、歩道橋の撤去、電線類地中化、石畳舗装沿線の集計など、渦間川綱出道では、天然石舗装柳の植樹、木木作、街路島、ポケットパーク設置などに取り組んだ。こうして、町並みが整いつつある中で、最初に開設された市街地の観光施設が、栃木田市会館であった。 当時の栃木秋祭りは5年に一度の開催頻度であったため市民、観光客ともに出汁を見る機会が限られ常設の展示保存施設の設置が求められていた背景がある。建設費は7億6750万円であった。出汁会館は文化財としての出汁の保存と公開を兼ねた施設として1995年2月10日に開館し暗い部屋に3台の出汁を置き、 スポットライトを当てて、出しの迫力と絢爛豪華さを演出していた。開館当初の入館者数は1日平均400人で、休日には900人に達し、開館から1ヶ月今日の3月12日には、累計1万人、翌1996年7月28日には、累計10万人を迎えた。また開館前では、飲みの位置などのイベントが開かれるようになり、 開館以来最初の秋祭りとなった1996年11月15日には祭りの開会式が行われた。出し開館の開館後は既存の蔵を活用した施設の開館が相次ぎ、1997年に山本雄造ふるさと記念館、1999年に栃木蔵の町観光館、2003年に栃木蔵の町美術館が開館した。 ダッシュ会館では1999年11月に栃木市内の会社会長から寄贈された西木鯉の鑑賞地が完成し2004年9月4日には会館以来続けていたスライドショーを1000万円をかけてコンピュータグラフィックスを利用した映像に変更した2007年3月27日入館者数が50万人に達した2018年3月に 映像の更新、多言語音声ガイドとデジタルサイネージの導入を行い、リニューアルをオープンした。多言語ガイドは、英語、中国語、韓国語に対応し、特に三国史の出しを目当てに訪れる、中国人団体客の役に立っている。2019年2月14日には、開館前広場の拡張工事が完了した。ありがとうございます。